ます。撮影禁止です。おはようございます。撮影禁止です。今日ハンカチ持ってますか？ハンカチ持ってますけど。あ、持ってますか。あ、チャージします。絶対なくちゃう。車で泣くと思ったもんだって、りょうさんと話してて。お疲れ様です。なんかちょっと空気が。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。泣きそう。あ、ミリアさん。いやー、お願いします。お願いします。ミリアの目合わせらんない気分。うん、可愛いやつがいいな。え、可愛いやつがいい。あの二つだって。俺、どれ？これ可愛い。可愛いよね。で、インナーちゃんとさ、こう見せれるやつ入れて、ここにとかもね、着れるなら着たい。ね、今後ちょっとこれいろいろやっとこうよっていうの。どうしよう、ちょっと着てみる。やってみよう。どこら辺から行ってみる、うん、ちょっと俺自分的な好みは1個目だけど、これね、うん、そこ入ってきてもうなんか、もうなんかやめて。大きいやつね。そう、確かに。これ全種類ユニフォーム。そう、うちが代表で来たユニフォーム。どのユニフォームの順番が分かる？一切。これ、うん、これ、うん、すごい。これ、あ、これこれこれ、うん、すげえ、正解。順番ね、さすが。自信はないけどね。当てる。これシールなの？そう、携帯の裏に。これちょっとちょうだい。強制に貼らそう、何人か。え、サインの、それサイン入りが欲しい。欲しい？え、いいんすか？しょうがないな。えぇ、ー、いや、かなってんの、こっち。あれだわ。かなってんの、これ。けど、あげるあげないはさ、権限あるさ。しょうがないかな。もう一回やるけど、しょうがないかな。公開しようと思ったら、なく想定のメイクとか。いや、マスカラとか一応ウォータープルーフとかにしました。厳しい。山根ない。すいません。すいません。ちょっと何？何？いい匂い。めっちゃいい匂い。何か教えてほしい？教えないけどね。教えてください。やだよ、そんな。一緒の匂いなんて。そういうこと。やれされるのが嫌じゃない？あ、チャイニーズスタンドのパイさん。緊張しました。全然吠えない。やだ、もうこんなにたくさんの人がいて。あ、そうなの。はい、皆さんの方お願いします。これまで支えてくださった皆さん、よろしくお願いします。おかけください。改めまして、岩渕さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。台風の中、たくさんの人にお集まりいただいて、本当に嬉しい限りですし、まあ、この場を設けてくれたアディダスだったり、スポンサー各社の皆さんには、本当にまず感謝の気持ちを伝えたいです。自分の正解が何なのかわからない時もあったんですけど、それでも自分が求めるというか、自分が考えるプロサッカー選手の在り方として、なんかそこは反したくないというか、いろんな考えがある中ですけど、自分自身はやってる最中は上を目指してやりたいってずっとやってきてたので、まあ、そこが見えなくなってきて、はい、まあ、こうなりました、はい。スポーツで豊かにしてもらいたいなって考えた時に、まあ、勝ち負け以外にもいろんなことで豊かにできると思っていて、仲間を増やすだったり、できないことができるようになるって、そういう楽しさを本当にいろんな人に知ってもらいたいので、まあ、それは一つ力を入れてやっていきたい活動ですし、さあ、そしてはなんと女子サッカー界のレジェンドが花束を持ってきてくださいました。どうぞお願いします。さあ、ごまゆさんが来てくださいました。では花束をどうぞお送りください。そのままお二人でお越しいただけ、そのままお二人で正面向いて中央からつられるな。別に関係ない。
ぜひ釣られてください、ぜひ釣られてください。お二人でうちらしくこれからも本当に誰からもやっぱり愛される存在だし、私もいやいやいや、そんなつもりじゃなかったんだけど、うちの涙にちょっと釣られた、うん、釣られるよね、それ釣られるよ、いや、よく頑張ったよね、いやいやいや、持ちやすい、あ、大丈夫です、はい、パッドがあの、ございます、まずは矢口さんお一人のバージョンと、もう一つは、矢口さんと澤さんのバージョンをもう一回あの撮らせていただきますので、足が目固くて、はい、ありがとうございます、これをもう一枚もらっていいですか、お願いします、はい、はい、はい、チーズ、ありがとうございました、ありがとうございました、皆さんすいません、ありがとうございました、お疲れ様です、ありがとうございました、ありがとうございました、